どうも、IS チャンネルです。道の駅上士幌の中にある、地元のブランド牛の、十勝ハーブ牛を、気軽に味わうことができる、ラ・ターブル・ル・上士幌を紹介します。その昔、士幌線が、帯広から上士幌を経由して、十勝三俣まで走っていました。士幌線は、1987年に廃止となりましたが、元の上士幌駅からは少し離れた場所で、道の駅としてですが、駅が復活することは、嬉しい限りです。訪問日は、2022年10月15日で、全国旅行支援の制度を利用して、平日に宿泊すると、宿から3000円のクーポン券がもらえ、このクーポン券を利用できます。こちらが、道の駅上士幌です。入り口付近には、高齢者バス用のバス停があります。路線バスのバス停もありますが、目立たない、ひっそりとした場所にあります。十勝バスと拓殖バスの共用のバス停になっていて、一目見ただけでは、何曜日にどこ行きのバスが来るのか、よくわかりません。拓殖バスと、十勝バスを合わせると、ここから帯広駅まで、平日は1日17本、休日は1日10本あります。道の駅の右側には、広い芝生が広がり、子供が遊べる遊具があります。熱気球の形をしたベンチがあります。道の駅の入り口の左側には、案内図があります。道の駅に入ってみましょう。入って左手奥にお手洗いがありますが、右に進みます。左側では軽食の販売、右側では農産物や乳製品を販売していて、右奥は飲食スペースになっています。右に曲がります。左側にはパン屋さん、右側では地元の特産品を販売しています。入り口では営業時間と一押しメニューがアピールされています。十勝ハーブ牛使用の鉄板ハンバーグステーキのサンプルがあり、美味しそうに飾られています。店名は上士幌の食卓を意味するオフランス語のラ・ターブル・ド・上士幌です。店名の下にはハンバーグステーキ以外のメニューのサンプルが並んでいます。どれも美味しそうに飾られています。ちゃんと北海道応援クーポンが使える表示があります。店内に入ってみましょう。店内はざっとこんな感じです。店内にもお手洗いがあります。今回は北海道応援クーポンを宿から3000円分もらったので、ゴージャスに十勝ハーブ牛のステーキをいただくとしましょう。コース料理なので、最初にコーンポタージュスープとサラダが運ばれてきます。和風醤油のソースと岩塩と山わさびの3種類の味が楽しめます。そしていよいよメインディッシュの十勝ハーブ牛が運ばれてきました。焼き方はミディアムのみですが、肉が分厚いのでほぼレアな感じが私好みです。こんな感じで3種類の味を楽しみましょう。
半分食べたところです。完食しました。ごちそうさまでした。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録をお願いします。